あなたにももう一度会いたい人はいますか？ルリー、いい名前じゃないか。どうしてママと結婚したんですか？なんだよいきなり。私もパパとママみたいになりたいな。どちら様ですか？突然申し訳ありません。お二人は僕に会いに来る途中で事故に。ルリーが君に会いに？よかったらこれを。優しいんですね、ルリーさん。また会っちゃったわね。ルリーさんの笑顔が見られるならどんなことでもします。もう会わないつもりだった。とんだ恥ずかしだったな。彼女は生まれ変わるために死んだんじゃないかって。もしかするとあなたの娘さんは。私の娘は君が言う女性とは何の関係もない。失った大切な人といつかどこかで出会えるかもしれない。そんな話は冗談でも受け入れられないんだよ。月が欠けてもまた満ちるように、生まれ変わってもあなたに会いたい。何時間でも何日でもあなたのことを待ってます。今の言葉ずっと忘れないよ。もう一度会いたいという思いが時を超えて奇跡を起こす。今もずっと好きですよ。月の満ち欠け。